はい、プレボルドーマ野球人です。9回表に打者13人、9得点と信じられない大逆転劇、巨人の勢いがすごい剣ということでございまして、はい、今日ですね、巨人広島との首位攻防戦3連戦の2戦目、昨日ねしっかりと取っておりまして、まあ今日の試合取ればこのカード勝ち越し、まあ優勝争いに非常に大きいね1勝となるっていうところでございましたが、ただまあ試合展開的にはかなりね重く、なかなかね広島のピッチャーを打ち崩せず、9回まで0対2の2点ビハインド、まあ守護神栗林選手が投げてきて、まあ今日はねゲームセットかと思われていたところで、まあなんとねあれよあれよと逆転、まあそのまま9点取って終わってみれば9対2、ちょっとこう信じられないような大逆転劇でございました。やはりね首位攻防戦この時期にこの勝ち方というところであれば、まああまりにもね大きい1勝だったのかなというふうに思います。まあなんでその9回表のことについていろいろねお話していくのと、であとはね最多のマジック点灯、ここもですね本当にもう目前というところでもございますんで、そのあたりもねチェックしていきたいと思いますが、まずは今日の記事から見ていきましょう。はい、巨人が9回に一挙9得点の逆転勝利でゲーム差3に、巨人が劇的な大逆転で天王山に連勝、0対2で迎えた土壇場9回に広島の守護神栗林を打ち崩し一気に逆転、無視から四死球と安打で8人連続出塁の猛攻を浴びせ一挙9点を奪った。敵地松田で首位攻防戦に連勝し、2位広島とのゲーム差は3に広がった。巨人は初回に昨夜に先制 V 弾を放った坂本がワンアウトから左前安打で出塁、しかし広島はの細かく動く直球に手こずり、後続が倒れ無得点、2回3回と連続で三者凡退に終わり、4回表の攻撃前にはベンチ前で早くも円陣を組んだ。右腕攻略へ向け改めて気合を入れ直したが、5回まで3発2安打で無得点、先発のグリフィンも負けじと好投を披露。3回まで広島打線を完璧に抑えたが、4回ツアウトから広島小園に初安打を右前に運ばれた。続く堂林の打席で小園に2投を決められ2アウト2塁に、ここで堂林の3塁線への打球が逆シングルで取りに行った坂本の手前でバウンドが変わり2塁打に、巨人が広島に先取点を許した。グリフィンは0対1の6回ワンアウトから広島矢野にこの日初の四球を与えると、続く小園に右前安打を許しワンアウト1・3塁に、ここで堂林に犠牲フライを打たれ2点目を奪われた。広島アドアが6回まで無失点に抑えたが、7回から継投に突入、7回表のマウンドには2番手ハーンが上がった。巨人は7回無失から吉川が左前安打、この日初めてイニングの先頭打者が塁に出たが、続く岡本がショートフライに、モンテスがサードゴロ併殺に倒れ得点できなかった。8回もハーンに三者凡退に抑えられた。だが0対2で迎えた9回、先頭の代打中山がストレートの四球、広島の守護神栗林が制球に苦しむ中、続く丸も死球、ベンチ前で阿部監督から耳打ちされた後打席に入った坂本がここで左目安打を放ち無視満塁、そして吉川の押した死球でまず1点、岡本が痛烈なタイムリーを放ち土壇場で同点、さらに続くモンテスも押した死球を選び逆転に成功、広島の栗林はここで交代、今季防御率 0.88 の絶対的なクローザーがワンアウトも奪えぬまままさかの降板。勢いのついた巨人打線はその後も広島のリリーフ陣を攻め立て、門脇浅の代打長野にもタイムリーが飛び出した。この回一挙9点を奪って試合を決めたということになっております。はい、というわけで、まあ巨人ね本当にものすごい逆転劇でございました。まあ栗林選手がねかなり乱調っていうところはあったんですが、まあそこをねしっかりと捕まえて、でピッチャーが変わっても打線が止まらずというところでございましたんで、まあ本当にね1回から8回までと9回っていうのはねこう全く別のチームのような攻撃でございましたし、ちょっとこれはね本当にものすごいものを見たなというところでございましたが、まあでは改めて今日のね9回表の大逆転劇っていうところもうちょっと詳しく見ていきましょう。はい、ではね9回表の攻撃というところでお話していきましょう。まあ9回ね巨人の攻撃、まあピッチャーは守護神栗林選手で、まあ打順はね9番のところ代打中山選手、まあただここでストレートのフォアボール、まあしっかりと選んで、まあこれはチャンスあるんじゃないかっていうところでございましたが、でその次の丸選手もね3球で追い込まれておりましたが、まあその後フォークカーブフォークと3球見逃して2者連続のフォアボールで、ランナー1・2塁、丸選手にはダイソー重信選手が送られ、坂本選手はここでフォークをしっかりとレフトに持っていって満塁で、さらに吉川選手も2ストライクからデッドボール、まあこれでまずね1点入っておりました。でそしてこのタイミングで坂本選手にはダイソー増田大輝選手で、4番の岡本選手にタイムリーが出て同点で、そして次のモンテスもストレートのフォアボールと、まあ栗林選手ストライク取れずこれで逆転というところでございました。で栗林選手はねこれで降板、続いて2番手森浦選手、まあただね6番の門脇選手ここでタイムリーヒットで1点追加で、7番の浅野選手もタイムリーで1点、岸田選手はねショートライナーに抑えられましたが、代打長野選手もタイムリー、これで2点追加で、重信選手は空振り三振でございましたが、ダイソーで入った増田大輝選手が打席に立ってタイムリースリーベース、まあ、ここでね最後2点入ったのが本当でかかったように感じますが、で吉川選手がレフトフライというところでございまして、まあ一挙ですね8人連続スリー、打者13人で9得点奪っていたわけでございます。まあちょっとね9回大逆転劇見たことないぐらいの猛攻でございましたんで驚きではありましたし、まあ特にですね、まあ打った方もすごいんですが、まあ栗林選手に関してはねプロ入り後ワースト
ストとなる6失点というところでございました。ちょっとここまでね、制球が定まっていない栗林選手っていうのも、なかなか見ないなっていうところはありましたので、この辺に関しては、カープとすればね、大きな誤算だったのかなというふうに思いますし、まあ、巨人からすれば、悪い状態の彼からしっかりと点を取れたっていうのは、大きかったのかなというふうに思います。で、試合後ですね、阿部監督もコメント出しておりまして、本当にすごい攻撃だった、その前の吉川、門脇のファインプレー、そこで若干流れがこっちに来たかなと思っていた。長継ぎ、それがあったからこその逆転劇。いつも言ってる、フォアボールそういうので、みんな頑張って打ったんだけど、反面教師言えばそういうこともありうんだと、心のどっかにおいて野球ってわからないと学んでほしい。僕らはまだまだと思っている。最後までもつれると思って、ずっと僕はやっている。今日は嬉しいですけど、明日になったら切り替えて、勝つためにどうするか球場に行きたいなと思いますというね、コメントを出しておりました。まあ、しっかりとね、9回逆転っていうところではあったんですが、まあ、その前ですよね、しっかりとみんな繋いでくれておりましたし、まあ、守備でもね、吉川選手、門脇選手のファインプレーっていうのもありましたし、まあ、それもね、ちょっとまあ、栗林選手、嫌だったんじゃないかなっていうところはありましたんで、まあ、そういうのがいろいろ繋がっての9回表というところはね、言っておりますし、まあ、これは逆も起こり得るんだっていうところをね、こうしっかり、首脳陣は同時に思っていたというところもございましたんで、まあ、このままの勢いね、引っ下げてまた明日へというところでございますが、で、そういう中で、まあ、ゲーム差、そしてまあ、マジックの点灯っていうところもそろそろね、気になるところでございますんで、そちらをチェックしていきましょう。はい。では、マジック点灯というところで、いろいろね、見ていきましょう。まあ、まず、順位表から見ていきましょう。まあ、1位はね、巨人と、126試合で67勝53敗、勝率が5割5分8厘まで上がっております。で、まあ、残り17試合と。で、広島が123試合で63勝55敗、勝率が5割3分4厘で、ゲーム差が3。まあ、巨人と広島、ここでゲーム差が一気に3つになっております。で、その次、阪神ですよね。ここも65勝、勝率5割2分8厘。で、広島とはゲーム差 0.5。で、巨人とはゲーム差 3.5 ということになっております。まあ、今日ね負けてしまっていたんですが、もし勝っていれば一気にね広島と順位が入れ替わっていたというところでございます。まあ、ただ残り試合が14試合しかないっていうところがね一つポイントではあるのかなと。で、 DeNA が123試合勝率が5割1分2厘と、まあ、阪神と2ゲーム差、広島とは 2.5 ゲーム差で、巨人とは 5.5 ゲーム差。まあ、巨人からはねまだゲーム差離れておりますが、直接対決っていうのが結構残っておりますし、で、残り20試合とね広島同様かなり試合数を残しているっていうところが一つポイントにはなってくるのかなと。まあ、なんで、こういったね、混戦っていう中でございましたんで、まあ、だからこそこのカードの勝ち越しっていうのは大きかったですし、まあ、ここでゲーム差を広げられたっていうのは、めちゃくちゃでかい。で、そして気になるのは、マジックの点灯ですよね。まあ、ゲーム差も離れてきましたし、そろそろね、こう、マジックっていうところ、つくんじゃないかっていう中でございますが、で、その最短っていうのが、実は13日でございます。まあ、あさってですね、最短でここでつく可能性があると。で、条件といたしましては、まず巨人がですね、広島とヤクルト、まあ、ここで2連勝する必要がある。で、それプラスですね、まあ、巨人が勝つだけではなく他のチームの勝敗っていうのも重要でございます。で、 DeNA ですよね。まあ、やはりね巨人と多く試合を残しているこの DeNA が13日までの2試合で1敗するか、まあ、それか2つも引き分ける必要があると。で、あとは広島もですね13日阪神戦がありますが、まあ、ここでもね負けてもらう必要があるというところではあるんですよね。まあ、ただねこの条件が揃えば13日にもマジック点灯というところでございますんで、まあ、いよいよこう優勝争いラストスパートと。まあ、ただねこうマジックがついたとてまたね消えてしまう可能性もありますし、やはりこう混戦っていうところでまだまだわからないというところでございますんで、まああとね17試合巨人からすると全て目が離せない状態なのかなというふうに思いますが、はい、というわけで今日は以上です。最後ネットでの反応見て終わりましょう。はい。じゃあ、ネットでの反応ですね、見ていきましょう。今日の勝ちはデカすぎる。鬼門松田での勝ち越しはもうそういうことだろということで。はい。そうですね。まあ、巨人ね、ほんと今日、まさかの大逆転劇というところでございましたが、まあ、なんといってもね、首位攻防戦、しっかりと今日勝って3ゲーム差に広げて、まあ、明日勝てばね、広島と一気に4ゲーム差になるというところでありますから、本当にこの勝ちはね、大きかったのかなというふうに思います。で、さらに巨人で言うと、鬼門松田。まあ、本当にこう、松田で勝てないっていうところが、ずっとね、あったんですよね。で、まあ、今ね、順位的には上に行っておりましたが、まあ、その鬼門松田でこのカード始まる前まであと6戦残っていたっていうところもあったんで、まあ、もしかしたらこう全部ね落としてしまうんじゃないかみたいなところもあったんですが、まあ、ただその6戦中しっかりとね先に2勝勝っているというところもありましたし、まあ、このままいけばねしっかりと6戦勝ち越していけるんじゃないかなっていうところもあります。そういうところを考えてもやはりこうノリに乗っていける1勝だったのかなというふうには思いますし、まあね、もう流れ的にはそういうことというか、まあ、行くしかないんじゃないかという
というところではありますよね。まあただね、ポンセっていうところでもありますし、まあ広島以外にも阪神 DeNA もゲーム差近いというところでございますんで、まだね、この辺は全然わかんないというところなんで、まあ安倍さんもね、切り替えて気を引き締めていきたいというところは言っておりましたが、まあそれでもね、この2勝、まあ特に今日の1勝っていうのは大きい価値でございますし、まあもし巨人が優勝したとなれば、こう振り返った時にね、キーポイントになってくる試合だったのかなというふうに思いますが、で一方こちら見ていきましょう。読売優勝やな、勢いえぐいわ。逆に広島は B クラス落ちるんとちゃうか、阪神と DeNA の方が元気そうということで。はい。では一方でですね、巨人の勢いはかなりあるんですが、まあただ広島の方ですよね、ここがなかなかですね、苦しんでおりまして、まあ今日もね、巨人に負けてしまっておりましたが、9月はこれでですね、9試合中7敗というところになっておりまして、まあ本当にちょっとこうどん底ってとこではあるんですよね。まあ日程的にもね、ちょっときついなっていう広島でございまして、移動とかそういうところからも疲労が溜まっているんじゃないかっていうふうに言われていて、まあ今こういう状況でございますから、まあちょっとその辺はね、踏ん張りたいところなのかなというふうに思いますし、まあ阪神と DeNA の勢いっていうのもどちらもすごいですし、まあ巨人もそうですが、広島もここにね、飲まれてしまう可能性はありますんで、まあ一気にね、B クラスまで落ちる可能性も全然ある。まあなんでその辺含めて、まだまだね、セリーグ、まあ本当にね、こう最後の最後まで A クラス争い含めね、どうなってくるかわかんないというところでございますが、まあこの4球団の争い、まあ明日以降も本当に楽しみでございますが、はい、というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット。ありがとうございました。